すこんにちは、町山智弘です。えー、本当にご無沙汰してました。すいません。理由はまた、ちょっと話しますけども、いつものように、カリフォルニア州バークレーからアメリカ映画の最新情報をお送りします。だけど今日は最新情報じゃなくて、もうすでに日本でも公開されてですね、アメリカで大々大,大ヒットしてる、アイアムレジェンドという映画ですと話してるんですが、えー、この映画大々大,大ヒットしてるんですが、大失敗作だと思うんですよね。どうして大失敗作だと思うか という話をですね、ドラえもんのフジコフジオ F と絡めてお話したいと思います。本当ご無沙汰していました。すみませんでした。トラブルがありましてですね、まあ経理上のトラブルだったんでここでいう話でもないんでまあやめときますけれども、えー、それよりクリスマスですね。はい、ずっとご無沙汰してたんでまあ皆さんにプレゼントをしたいんですけれども。 何か新刊本があったらそれを送りたいんですが、新刊本ができなかったんで、えー、なんか自分が悪いんですけども、まあ、最近出た、ですね、本人という太田出版から出てる雑誌がありまして、えー、そこに連載してるんですけど、僕は自伝みたいなものなんですけどもね、これはあの松尾鈴木さんが何とか監修してる本で、ですね、僕のほかに連載してるのは吉田剛ちゃんとか、ですね、あの新山なめこちゃんとか、ですね、西原りえ子さんとか、中村うさぎさんとか連載してる、一応、文芸誌なのかな。 なんかサブカル雑誌というイバ員さんは怒ってましたけども、えー、そういう雑誌を出しているのでそれをです、ね、この間出たばっかりなんであので皆さんにプレゼントしたいと思います。ここはドンと10名様にプレゼントしますのでクリスマスということで,です、ね、僕宛てにトモマチホットメールアットマークホットメールドットコムの方にです、ね、メールを送ってもらってです、ね、なんかこの映画に関する面白い話をちょっと書いてもらって送っていただければドンと10名様に本人をお送りします。はい ただ一応念のために届いたら、えー、届きましたみたいな感想をいただけるとそれをまた読めるんで本当に送ってるってことを証明したいんでよろしくお願いします。はい。えー、ということでですね、えー、皆さんのお手紙が溜まっちゃったんで読んでいきたいと思いますけども最初はですね、ニューヨークのアイオブザ・タイガーさんからの手紙ですね。はい。えー、僕の会社の同僚のアメリカ人22歳から聞いた話です。えー、あの名作エクソシストに関する呪われた話です。えー、彼は学校を出たばっかりなんですけども えー、高校時代のブロンクスでの学校にイングリッシュコンポジションあ作文です、ねえー、や文学を教えていた先生がエクソシスト映画「エクソシスト」でカラス神父主人公のカラス神父の親友のダイヤ神父を演じていたウィリアム・オマリーさんというあのカソリックの神父さんでしたあこれはですねフリードキン監督があの本当の神父さんをキャスティングしたいということでこのオマリーさんというカソリックのイエズス界のですね神父さんを、えー、そのまんまの役で 映画に出したんですけどもね。はい。えー、その同僚曰く、オマリー先生はとってもいい先生だったんですが、一つだけ問題がありました。教室に彼が入ってくると、なんと部屋中酒臭くてしょうがなかったですって。これ、一つだけ問題ってすごい問題だと思うんですけどね、これ。えー、学校なんですからね。酒臭いのは大問題だろう前っていうね。はい。もうヤクザ監督フリードキンに引っ張かれ、引っ張たかれたからというわけではないでしょうが、えー、この人、アルチューだそうです。まあ、相当おじいさんだと思いますけどね。 このフリードキンがひっぱたいたっていうのは実は有名なシーンで、このオマリ神父がですねこう泣くシーンがあるんですよ、素人なわけですよね素人なのに泣くってのはすごい演技だなっていうにみんな思ったわけですけど、もなんのことはないですね、現場でいきなりフリードキン顔面バばしゃと引っぱたいてるんですね、それ泣かしたっていう、お前、子供かよってか、いじめっ子か、お前っていうか、それ演出か、泣くシーンが必要だから、ひっぱたいて泣かしましたって、それ演出って言わないだろ、それ。 フリードキンエクソシストって、のはこういううういいねど,うどうしようもないエクソシストって、悪魔ばらの映画なんですけど、も現場では一番悪魔はフリードキンだったっていう有名な話で、すねえ主演女優のお母さんの役を演じてるですねエレンバーステインっていう女優とまあフリードキンやっちゃいまして、フリードキンとてとにかく何でも片っ端しからやっちゃう男なんでねで、ところが現場でですねエレンバーステインがあの悪魔に吹っ飛ばされるっていうシーンを演出するのに、ですねエレンバーステインの腰にロープを。 え引っ張りつけて思いっきり引っ張ったんですね、で、床に叩きつけられて腰の骨を折ったかなんかしたんですけども、も自分がセックスした女優の腰の骨を折るってどういう監督なのかっていうね、まさしくこの男、悪魔なんですけど、ちなみにフリードキンっていうのはその後ジャンル・モローと結婚して、ですねその後離婚した後なんとパラマウント映画の社長と結婚して、ですねその後6ろくに映画とか撮ってないんですけども、も悠々暮らせるというね、ね本当にね、時頃でね最低の男がこのウィリアム・フリードキンですね。はい、ということで、アイ・オブ・ザ・タイガーさんからのお手紙でした。はい 何かお送りしたいので、あの欲しい著作、僕の書いた本と住所を教えてください、郵送します、はい、和まててもらってます、はい。次は西村昌司さんからのお手紙ですね、あえー、子供の頃関西で二十数年以上前に夜中にテレビで放送していたと思うんですが、多分、カンフー映画です、カンフー映画全盛期の頃だと思います、強靭な肉体を持ったつるっぱげのボディービルダーみたいな男が主人公です。 こいつが地下の世界から女の子を助け出すみたいな感じの映画だったと思います覚えているのがラストにマンホールから脱出して左腕をチェーンみたいので掴まれて穴が,穴が塞げない状態になるんですそんな時自分の左腕を、えー、刀か何かで、えー、ぶった切ってしまいますそして終わりハッピーエンドかと思ったのにラストは衝撃的に今でも覚えていますこの作品をもう一度見てみたいのでぜひ、えー、作品品名を教えてください、はい、この映画はです、ね、カンフ映画じゃないです なんとハリウッド映画、ですねただカンフー映画っていうふうに思った感覚もちょっとですね惜しい感じなんですね。っていうのは、これはあの「燃えよドラゴン」の監督、ロバート・クローズがハリウッドで撮った映画なんですよ、えタイトルはですね SF 最後の巨人っていうんですけれども、これ74年の映画で「萌えよドラゴン」の直後の映画でですねえ映画会社もワーナーブラザースなんですけども、もなぜかものすごい低予算映画でちょっと困ったもんなんですが、えこれ、空腹映画かもしれないと思ったのもね無理ないなと思ったのは、ユルブリンナーが主演なんですね。 でユルブリンナっていう人はちょっとアジアっぽい顔をしてるんで、それでま上半身裸だと、ですねあのリュウ・チャーフィーとか、ですね <laughs> そういうあの少林寺シリーズに出てきそうな感じの人なんですよ。だからこう少林寺系の映画なのかなと思ったら無理がないんですけれど、もえユルブリンナって人う人はあの王様と私でですねタイの王様を演じてたぐらいで、ですねもうアジアっぽい顔をしてる人なんですね、体も筋肉もりもりですから、でこの最後の巨人っていう映画は、ニューヨークが舞台なんですけど、もニューヨーク、 近未来のニューヨークでですね、その食べ物がもうなくなっちゃって農作物がなくなってみんな餓死しそうな世界でですね、それで、まあ、マッドマックスみたいな感じですねそのみんなが殺し合ってると、えー、その中でその最後の巨人と言われるユリブリンナーは子供を抱えてですね、あのあ新しい赤ん坊要するに人類再生を意味しているんですけどもその妊婦をです、ねえー、連れてそのニューヨークを脱出すると、えー、そのニューヨークを脱出するときに地下道をどんどん登っていくんですねこう、えー、地下に住んでいるのかなこれ。そそれで、ででの途中でですね、腕になんかこう、 鋼鉄線を敵との戦いで巻きつけられて、その鋼鉄のその線がですね。取れなくなっちゃうんですよ。で、このままだと脱出できないっていうんで、自分で自分の手首を切り落として終わるんですけれど、もなんか実は多分ですね。これね。thx1138 って映画がありましてですねこれもジョージ・ルーカスがですね。学生時代に作った映画を元にして、コッポラが作ったジョージルーカスのデビュー作なんですけれども。それもね。トンネルをどん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 登ってって外の世界に出ると。 えー、いうことで終わる近未来映画なんですけど、超未来かあれは非常になんか似ててですね同じ頃に作られたんで面白いなと思うんですけれども、も、はいえー、この70年代初めっていうのはですねその1968年か9年ぐらいにです、ね、未来への希望というのは全部崩壊したんですよね、これわ分からないと思うんですけど、僕なんか子供だったからすごくわかるんですけども、も、えー、62年生まれだったんですけども、も要するに鉄腕アトムとか未来 なんだっけ家族ジェットソンか宇宙家族ジェットソンかみたいなそういう金ピカでピカピカの未来が21世紀になったらやってくるんだとエアカーとか飛んだりですねロケットが飛んだりするんだといううふに思ってたらですねえ70年代の初めにその万博でそういう世界っていうものを要するにまあバーチャルリアリティみたいな感じでこれが未来世界だよ、未来の年市ってのはこんなにピカピカで綺麗にすごいもうコンピューターとかバンバンできて綺麗になるんだよってのを大阪万国博覧会が見せてくれたんですけどそれが最後にですね 要するにそういう世界になるためには工業化をどんどん進めなきゃならないんでそのまま工業化を進めたら地球環境が破壊されて崩壊すると,とであと一番大きかったのは石油ショックですね、このまま石油産業というのは拡大できないよということは分かってきた、あとまあ環境破壊とまあ核戦争の問題もあってその頃核戦争の危機符がどんどん近づいていたわけですね、冷戦でソ連と。でもそんな綺麗な未来はないよということで1971年ぐらいからですね1968年か。 68年ぐらいからですね、猿の惑星をきっかけに核戦争とか環境破壊で地球がどんどん,どん,どん滅亡していってもう将来は地獄のような廃墟になるって映画ばっかりが次々と作られたんですね。ソイレント・グリーンって映画がありましてそれはチャールトンヘストンが主演だったんですけども、それは未来になって食料危機になってですね、えー、食べ物がなくなってですね、とうとう老人の肉をソイレント・グリーンという食料として配給するようになるっていう世界だったんですね。で、あと、 「赤ちゃんを永遠に」っていうすごいタイトルの映画がありましてこれは要するに子供が作れなくなっちゃうんですね子供を作ると人口が増えすぎて食料がなくなっちゃうからということで子供を作るのは特権階級だけにされてしまってですねで主人公たちはなんとか子供を産もうとしてですねえその社会を脱出しようとするんだけどえ脱出した先はその核戦争であの廃棄された島だったとかですねえそういう THX1138 というのは将来人間が人間を愛して子供を作るってことはもうなくなってしまって その人間の感情とかですね、その性欲とか,そのなんていうか子供を産むという行為は全部そのコンピューターでえー管理されるっていう世界、未来世界でですね、そこから脱出しようとする男の話なんですね、でそういう、いうかもう将来はもう地獄でもう地球に未来なんかないんだみたいな世界ばっかりが1970年代前半の、えー、アメリカ映画、特にアメリカ映画ではやたらと作られてたんですけれども。はい。 でこれからちょっと本題に入りたいと思います、あ先ほどの,あのお手紙を読ませていただいた西村さんにもあの何か本をお送りしますので、えー、住所と希望の本をお知らせください、はいで、本題に入るんですが、えー、ウィリアム・スミスのアイアム・レジェンド、アメリカで大ヒットしてるんですけども、もこれ見たんですけども、も前半最高ですね、あのー、映画っていうのは、ね、3つのパートに分けて考えるんですね、特にハリウッド映画、3つのパートに分けて作られるんで。 で映画の最初の3分の1はアクト1というんですけど、最初の3分の1と、えー、その次の最3分の2までのアクト2まではすごい良かったですね、もうこれは傑作なんじゃないかと僕は思ったんですけども、もアクト3から映画がいきなり崩壊し始めるんですね、アクト3というのはその、えー、ウィル・スミス以外にてか生き残ってた、えー、母親とその子供が出てくるんですけども、もそこから映画がいきなり崩壊し始めるんですねで、ヘロヘロで映画が終わってしまってですね、 今までの緊張感は一体何だったんだっていうねちょっと待ておいみたいな、すごいがっかりしたんですよね、この映画一応ヒットはしてるんですけどもどういうこっちゃいなと思ってたらこのアイアム・レジェンドの監督のフランシス・ローレンスっていう人がですねインタビューに答えて結末の部分はもう映画が公開されるギリギリ前に撮り直したんだって言って。ですね最初に作った映画の まあエンンディング、結末では映画会社が満足しなくて映画会社というのはワーナー・ブラザーズなんですけど、も、撮り直しを命じられて、撮り直したんだって言ってるんですよ、これがどうも問題だったみたいなんですね、でまあ、この映画、結末が全然意外ではないので、えー、言っちゃっても全然問題ないと思うんですで、ね、どうして意外じゃないかというと、ウィル・スミスはその、まあ、これ吸血鬼がです、ね、未来にどんどん増えていって、まあ、ウイルスのせいで、すね。えー、その吸血鬼を治療するための、このウイルスをや撃退するための 血清、えー、を開発しようとしている男はウイルス・ミスなんですね、でも地球はほとんどですねそのウイルスに感染して、もうほとんどの人が死んで、生き残った人たちは吸血鬼になって、その夜になると人の血を求めてですねさまよう、なんか人間コウモリのようなですね変な白い化け物になってるんですけれども、えっと、その化け物を捕まえて、ですねそのまあ 血清を開発しようとしているわけですね。それな,おなんとか治せるんじゃないかと思ってですね、えー。要するに自分には免疫があって、自分はかからなかったんで、その吸血鬼病に。えー、な,なんらかの免疫というものを作れるはずだということで、血清を作っているのがウイルスメスなんですけども、で結末というのは、この血清が完成しました。なんとかな,るなりそうですね。地球も終わりというですね。何のひねりもなくて、一本道っていうんですよ、こういうのは。要するに前半で提示された、えー、主人公のなんか目的が、 後半でただいきなり達成されてしまって終わってしまうというのを全くそこをツイストひねりがなくて一本道のシナリオなんですね、これはいくらなんでもありえないだろう、この映画の結末だと思ったら、やっぱりまあえ本当は違ってて映画会社の意向で撮り直したということなんですねでこ、まあ、元の終わり方がどういうのだったかわからないんですけれども、推測するにですね えー、っていうのは伏線が張ってあるんですけど伏線を回収してないんですね、このアイアム・レジェンドの最後のパートというのは。っていうのは伏線というのはあのご覧になった方は分かると思うんですけども、この吸血鬼というのは最初、うがーうがーって,こうなんていうか言葉も喋られないでど、けだものみたいになっているように見えるんですけども、途中からウィル・スミスを捕まえるために罠をです、ね、仕掛けるんですよ、この吸血鬼たちが。でどうも、その吸血鬼たちはちゃんとした知能があるらしいということは、ちらっとこう、なんていうか。 見せられるわけでですねでその後吸血鬼たちの中にこのリーダーがいて統率が取れてて社会みたいなものが出来上がってるらしいっていうところもちらっと見せるんですよリーダーがその指示をして突撃していくシーンがあるんですねところがその伏線が全く回収されないまま映画が終わってしまうんですねこの伏線を回収しようとしたらどうなるかっていうと吸血鬼たちが自分たちの言葉をしゃべるっていう展開が絶対にあっただろうと思うわけですよで こからですね、この「アイ・アム・レジェンド」っていう物語の原作の話をしたいんですが、この原作は、えー、リチャード・マッシスンという作家で、ですね、この人はあのスピルバーグのデビュー作だった激突の原作者で、あと「ヘルハウス」っていう非常に優れたその、えー、オカルト映画の原作者でもある作家なんですけれども、このリチャード・マッシスンが1954年にですね、書いた、えー、小説で、「アイ・アム・レジェンド」、俺は伝説だというタイトルの、えー、小説が原作なんですけれども。 これはまあ前半同じなんですね、まあ、ウイルスがその蔓延して、みんな吸血鬼になってしまうと、で主人公だけがです、ねえー、たった一人人間のまま生き残って、えー、昼間に誰もいない街で,です、ね、吸血鬼を殺してはです、ねで、夜襲いかかってくる吸血鬼と戦うという前半は同じなんですが、途中からわかるのはです、ね、その吸血鬼たちがそのただのうがーっつってるだけの獣ではなくて、吸血鬼独自の <laughs> 文化とかですね社会を持ち始めていてですねで最終的にえ主人公は捕まってしまうんですけれどもそこで裁判にかけられるんですねでどうしてかというと普段吸血鬼をたくさん殺してきたからですよ、この主人公はだって吸血鬼だからやっつけなきゃと思ったんですね人類を存続させるためにところがそれが殺人罪になっちゃうんですね吸血鬼の裁判で,でこの主人公はその吸血鬼たちの間では 昔人間というのがいたけれどもその今ほとんど滅んだんだけども夜な夜なその我々、吸血鬼を襲って殺す恐ろしい怪物として今も生き残っているらしいとそれがこの主人公であるとつまり、いつの間にかその主人公は自分だけは人間だと思っていたら実は自分以外はの人間はみんな吸血鬼として新しい人類になっていてで自分だけは旧世代の怪物としてですね生き残っていたんだと。 いうことに気がつくわけですよだから現代がですねアイアムレジェンド、俺は伝説の伝説上の怪物なんだという意味なんですね、それにはっと気づいてびっくりするわけですね、で要するに、まあ、キリスト教の異端審問みたいのにかけられて、ですね火あぶりで殺されるんですけども、も火あぶりで殺すっていうのは、要するにまあ昔は吸血鬼とかあの、まあ、怪物というのは魔女は火あぶりで殺したわけですね、魔女裁判とかで。だから要するにまあ 悪い人になってたんですね、主人公、あいつの人が悪魔になってたと。気がつかなかったんですね。でも主人公、しょうがねえないっうわけですよ。たくさん吸血鬼殺してきたから、あ俺の方が悪いやつなんだっていうで。びっくりしましたっていうですね。えー、これは、まあ、どういうことなのかというと、少数派と多数派が全く入れ替わるっていう恐怖ですねで。こういうのをいっぱいいろんな国で体験してますよね。例えば魔女裁判なんかはそうですよね。 だから要するにキリスト教のなんていうかまあカソリックとかがですね異端神問とかでそのキリスト教の敵を皆殺すんだっつって殺してたわけですけども片っ端からその綺麗な女の子を魔女だっつって殺してたんですけどもその頃はそは魔女裁判する側が正義だったわけですからでも今考えるととんでもない悪いことをしてたわけですねえ普通の人間を片っ端から悪魔扱いして殺してたんですからでこれは逆転したわけですねもうこういう多数派と少数派の逆転というのは歴史上何度もあるわけですよ例えばソ連がそうですよね えね、要するに共産主義の世界では、共産主義、まあ、ソ連じゃなだけじゃなくて、共産主義の世界全てでは資本主義のやつら、まあ、みんな悪党なんだってずっと信じてたわけですからね、それで資本主義の犬だとか言って,て殺したりしてたわけですから、ころっと買っちゃうわけですね、世の中ね、そういうことが、まあまあ、ナチなんかもそうですよねそ、それまでね、だってドイツではずっと。 ドイツ、取ったことないですけどワイマール共和国というものすごい民主的な共和国ができてですねもう本当に民主的な国になろうとしてたら急にあのナチになっちゃってですねで民主主義はよくないっいう話になって独裁になっちゃうわけですからでみんな殺せって話になっちゃうわけですけどもこういう大逆転はしょっちゅうあるんでねね歴史上ねはいえでそういうことをまあなんていうかえ普遍的な恐怖なんですけれどもえ描いているのはこの,このリチャード・マシスンの原作。 アアイムレジェン俺は伝説だ」なんですね。これは日本では「ですね、地球最後の男」っていうタイトルで、えー、翻訳が出てますけれども、でこれすぐにですすね、すぐに行ったことないんですけど、10年ぐらい経って映画になったんですね、1964年に「えー、地球最後の男」っていうタイトルで、ですヴ、ね、ィ、えー、ンセント・プライスという俳優が演じているんですけれども、ストーリー基本的に全部同じなんですけれども、ただこれ、1964年に映画化したんで、ちょっと違う意味を持ってるんですね。ここれね、ンンセント・プライスは、は、えー、の人はいつも、 怪見映画が出ててですねヴィンセントっていう映画で、ティム・バートンがオマージュを捧げているんですが、いつも貴族の役をやってる人で、ですね非常にそのかっこいいひげを生やして、ですねこの人自身、美術評論家だったり、音楽に詳しかったり、ですね非常に貴族的な人なんですね、ヴィンセント・プライスって人はで。なんというか、今のアメリカにはいないタイプですね、昔のイギリス紳士みたいなタイプの人なんですよ、でまあ、常に貴族なんですけれども、映画の中では。ででです、ね、このの中では科学者の役なんですけれどもで まあどん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 ん吸血鬼が増えていってですねえ最後にそのヴィンセント・プライスがたった一人で要するに人間として吸血鬼を殺していることが判明するわけですけどもそこでですね襲いかかってくるその吸血鬼のなんていうかえ軍団がですねこれ、007に出てくるスペクターそっくりなんですねつまり黒いですねタウトルネックを着てですねで髪の毛をちょっとまあ短く綺麗に買っててですねでマシンガンを持ってですねこのヴィンセント・プライスを襲ってくるんですよ。 休憩きに見えないんですね何に見,えるに見えるかというと、007の敵役の軍団、スペクターなんですね、スペクターってのは一体何かというと、これ、共産主義のゲリラなんですよ、えー、黒いタートルネックを持ったマシンガンの軍団っていうのはその、この世の中を全体主義社会にしようとする共産主義とか社会主義の恐怖みたいなものとその当時、1964年ぐらいっての結びついてるんですね。 『007』まあ00のゴールドフィンガーとか見るとわかると思うんですけどもあの大抵そのタートルネックの黒い、えー、セーターを着た、えー、マシンガーを持った、えー、敵が『007』を襲うわけですけども『007』というのはイギリス紳士なわけですねつまり、えー、イギリスの文化みたいなもの伝統みたいなものをこうずっとなんていうか、えー、継承しているわけですけどもこれ「地球最後の男」っていう64年の映画はですね つまりその当時、起こりつつあった社会の変革で新しい世の中に変わっていくとでその時にタートルネックを着た男たちが世の中を変えていくんじゃないかっていうようなものを匂わせているんですね、このタートルネックっていうのは実は1950年,年代の終わりにですねフランスとかアメリカでですね非常にはやった文化なんですね、つまりそのサルトルを読んだりですね共産主義を語ったりですねジャズを聴いたりするそのビート・ジェネレーション。 えー、例えばフランスだと、あのヌーベルバーグをヌーーベルバーグの監督たちもそうなんですけど、みんなタートルネック着てますよ、はい、あのアメリカのビート族もそうなんですけど、ギンズバーグとかです、ね、ケルワックとかで、このタートルネックというのは、当時はです、ね、そのネクタイ文化みたいなものに対するです、ねえー、反発であって、そのネクタイというものが象徴する伝統とかです、ね、あの社会的な階級とかです、ね、そういったものをあの敵視するとで、まあ、ちょっと社会主義的な革命、ないしはその、えー、若者革命みたいなものを 目指す人たちがファッションとして着てたのがこのタートルネックなんですねでそういう形でその新しい時代もう貴族的なその白人の,そのキリスト教に基づいた伝統的社会っていうのは崩壊してロックとかジャズみたいな社会がやってくるんだよと。 いうようなその若者革命みたいなものをですねちょっに匂わせるんですね、この地球最後の男っいうのは1964年というのはビートルズの大ブームが起こってたころなんですよ、ビートルズっていうのもそのまあネクタイしてましたけれど、も非常にそのえータートルネックがビートルズのトレードマークだったわけですね、1つね、そのミート・ザ・ビートルズのジャケット写真なんかそうですけど、もそういったことを象徴させるんですね、この映画は。つまり若者が文化が 革命が起こって、そのビンセント・プライスみたいな、えー、古いジェントルマンはもう時代遅れになっちゃうんだよっていうことを、ちょっと地球最後の男はなんとなく匂わせてるんですね、つまり最初にその、えー、リチャード・マイスさんが書いた小説っていうのは世の中の価値観が完全に崩壊してひっくり返っちゃって多数派と少数派が入れ替わる時があるっていう恐怖で歴史上何度も起こってたことなんですけども、もこの64年の地球最後の男では時代遅れになってしまう恐怖なんですね、ここで描かれているのは <laughs>。 で、この辺が、ね、ものすごく、なんていうか、その当時の怖さですね。もう、挑発でロックンロールを歌う人たちの世の中になっちゃうんじゃないかって、本当に怖がってたんですよ、その当時の、あの、おじさんたちは。 で、1971年にですね、オメガマンというタイトルで、オメガっていうのはあの、あの、ギリシャ文字の最後の文字ですか最後の男で、地球最後の男っていう意味なんですけど、オメガマンというタイトルでまた映画になってるんですねで、今回チャールトン・ヘストンがその地球最後の男、オメガマンを演じてるんですけども、この時もですね、その吸血鬼たちがですね、 当時のヒッッピーーとかでですすねねブラックパワーを象徴してるん吸血鬼の親分というのはもう明らかにヒッピーで、ですね挑発で、元テレビのキャスターがなんかあったんですけども、もその文明というのがこういう世の中を生んでしまったんだと、ね、だから文明とか機械というものを打ち捨てようじゃないかという運動をしているカルト集団みたいにして描かれてて、その相棒が黒人のですね、まあ、ブラックパワーのなんとか生き残りなんですけれども、 でねあのー、チャールトンエストンが優雅な貴族みたいな暮らしをしているのを見てです、ね、本気パラダイスだなって言うんですよ、その黒人の吸血鬼が。本気パラダイスってのは白人天国だねって言うんですよ。 もう完全にその当時、アメリカで1960年代の終わりから起こってたですねヒッピーとかですねその黒人の人たちのものすごい革命闘争、要するにま今までの,そのアメリカの,そのエスタブリッシュメントをひっくり返してその若者とヒッピーとその黒人の社会を作るんだっていう革命が実際起こってて爆弾闘争とか暗殺とか次々に起こってたんですが、当時はでそれを吸血鬼になぞらえてるんですね、このオメガマンテイ でものすごくストレートでその、えー、途中で,です、ねえー、チャールズ・ヘストンがそのアフロヘアのすごいアフロヘアの、えー、女の子とです、ね、黒人の女の子とできちゃうというシーンがあるんですけどその黒人の女の子の態度は完全に言葉遣いが完全にブラックパワーの投志として、えー、出てくるんですね、でまあ、そういうい世の中が本当に大変な革命になっていると、まあ、左翼革命が起こる黒人革命が起こる、まあ、ヒッピー革命が起こるというのを そのままストレートに、えー、ホラー映画として撮ったのがオメガマンなんですね。オメガマンっいうのはすごくチャチ映画なんですけどもそ、その当時としては結構リアリティがあったわけですね。つまりチャールト・エンストンというのは、えー、アメリカの、まあ、保守的な,なんていうか価値観の象徴なわけですね。この人は10回でモーゼを演じてますけども、ベンハーとかですね聖書物語を演じてきた人ですねで。いわゆるそのキリスト教文化の生まれ、 頃の物語を演じてきた人ですごく白人文化そのものを象徴しながらもまた筋肉もりもりでその猿みたいなごっつい顔してるんで男性優位社会みたいなものも象徴してるわけです。よ でこの人はその前に1968年に猿の惑星に出てまして、猿の惑星ではその、要するにまあ人間が奴隷になって、猿が文明を支配するという世界に来てしまって、奴隷化されるのがチャルトンヘストンなんですけども、これはもう見ればストレートにわかるのは、猿の惑星というのは、猿というのは、もう、なんていうか、有色人種のことをはっきりと意味してますので。 サルの惑星というのは最初、要するにアフリカから連れてこられた奴隷だったとっいう過去が描かれるんですね、猿はみんな、で本当に黒人というのはアフリカから連れてこられた奴隷なわけでね、でそれが革命を起こすという恐怖がサルの惑星に描かれているわけですけれども、それで要す,るに要するに革命を起こされちゃう側の白人を演じていたのはチャールンヘストンなんで、このオメガマンでも要するに革命を起こされちゃう白人の役を演じているんですね、<laughs> この人は常にそういう人なんですよ。でその後ですね 「アイ、えー・アム・ザ・レジェント」はですね3度目の映画化のですねチャンスが来るんですよ、でこれはね R のシュワルツ・レンカーが主演でやることになってたんですね、でシュワルツ・レンカーも僕、インタビューしたときにやりたいですとか言ってたんですけど、まあ、流れちゃったんですね、これ、まあ、州,州知事になっちゃったんでね、でこれは要するにチャールト・ヘストンっていうのは筋肉もりもりの,その白人の代表だったんですけども、その後継者がねあのシュワルツ・レンカーだと言われてたんですよ、それ2人とも仲いいしね、ね共和党支持者だし。 であのトゥルーライズではねあのチャールン・エンストンが、ね、オマージュの意味で出てましたけども、も、まあ、オメガマンを再映画化すると、で多分ね、ねシュワルツェネガー版のオメガマンはですね、まあ、非常に象徴的な話になったと思うんですよ。というのは、要するにシュワルツェネガーといは筋肉もりもりのですね、えー、男らしい白人なわけですけども、もそれがたった1人の人間なんですね、であとは要するに色が白いですねあのひ,ょろひょろひょろした吸血鬼を襲ってくると。 で、これはまあ、わかりやすいですね。こう、健康的な、その、男らしい男、筋肉もりもりの男っていうのは時代遅れになってしまうってうことを、でたった一人にも孤独な存在になってしまうと。で、周りは非常に不健康な、吸血鬼のように、あの、夜クラブで遊んでるようなやつばっかりになってしまうんじゃないかっていうね。まあ、非常にまあ、わかりやすい、ね、時代が変わるってことを意味した映画になってただろうなと思うんですね、シ小春千年画版は。で、まあ、それが流れたので、えー、ウィリスミス版になったわけですけれども、 で、このウイル・スミス版はですね、何を象徴しているのかという話になるんですけども、ここでちょっとね、僕のミクシーってのやってるんですけど <laughs>、ミクシーでですね、マイみクになっているです、ね、マクガヤさんという人がいまして、その人が非常に素晴らしいことをですね、アイアム・レジェンドについて書いてたので、えー、僕が喋るよりも彼の,そのブログを引用したいんですけれども、えー、実を言うとアイアム・レジェンドを見ている途中までは傑作じゃないかと思っていた、ね、僕もそうなんですよ。 もしかするとこの映画は911以後のアメリカの立場というものを表現しているんじゃないかと思ったのだつまりテロリズムという見えない敵を相手に戦争を始めてしまいどんどん世界の嫌われ者になっていきついには一りぼっちに孤立してしまうアメリカをウィル・スミス演じる主人公が一人きりで街の中をうろつくことで表現しているんだと思ったのだ、えー、感染が初めて起こったマンハッタン島をグラウンドゼロと呼んだりしてるしって グラウンドゼロっていうのはもともと911テロであの国際世界貿易センターが崩壊したところをグラウンドゼロって呼んでるんですけどもなぜかウイル・ウルスミスはこの中でニューヨークはグラウンドゼロなんだって何度も言うんですね、これな意味があんまりないんですけども実はそういう意味があるんじゃないかと、えー、もちろんその場合主人公に知能や本能も持って残っていないと呼ばれた感染者たちが明らかに仲間を助け出そうとしていたり同族を統率していたり罠を仕掛けたりするのも えー、戦争中のアメリカ人は敵国人をバカだと思っていることのメタファーだ、主人公だけが重火器を持っていたり車両運転できたりするのも同様っていうようなことをですねあのマッガイアさんが書いてるんですけれども、これね、まあ、みんなそう思ったんです、ね、僕、アメリカ人と一緒に見に行ったんですけど、ジェイソンっていうオタクとです、ね、パトリックっていうあの映画、「ひほしゃて」と見たんですけども、もこれをどう見てもね、イラク戦争なんですよねっていうのは。 あのすごく車に乗って街の中をパトロールしてですねえその家をですね一軒一軒しらみつぶしにですね探していくっていうシーンがあるんですね、マシンガンを持って。これ、イラクでバグダッドでアメリカ軍がやってることですよ、あのこれニュースで見たこともあると思うんですけども、こうバグダッドでそのハンビーっていうあのすごいう装甲車に乗ってですねえ民家を一軒一軒こうしらみつぶしに探していくわけですね、どうしてしらみつぶしにやるかというと、どこに、要するに、ま。あ 反武装勢力が普通の人のふりをして潜んでいるかわからないということで一件一件、やさがしをしているんですね、アメリカ軍はバグダッドで,で。それをそっくりなんですね、このウィル・スミスがあの吸血鬼狩りをしているとか。 え捕まえようとすると、突然こう逆襲されて殺されそうになったりするところともね非常にそのえ今のテロリスト狩りをしているバグダッドと状況に似てて、しかもブービートラップであの殺されそうになるんですけど、も本当にあのアメリカ軍はバグダッドでブービー,トラックでブービートラップでですねえバンバンあの爆弾で殺されているわけで、ねほとんど同じという、しかもですね犬を連れてるんですが、軍用犬みたいなシェパードかなんかを連れてるんですね、僕、犬詳しくないんで分かんないんですけど、もウィル・スミスが。 で犬を使ってその、えー、吸血鬼を探すんですが、これも全く同じで、バグダッドで、えー、とアメリカ兵が軍用犬を使ってすあの爆弾の匂、ねえー、いとかをですね探してるんですけども、全く同じなんですよ。これどう見てもねこのマクガヤさんが言ってるるりそり、どんどん孤立していって、一人ぼっちになってしまったアメリカなんですね、ウィル・スミスっていうのは。だから これで後半でですね、この幕さんも書いてるんですけども、えー、最初はけだものだと思っていた吸血鬼が、だんだん彼らにも彼らの文化や社会や、彼ら自身のその家族がいて、彼ら自身も人間として生きているんだということを知るところが最後に出てきて、それがショックを与えるという展開になるべきなんですね。そうじゃなければ、前半に貼ってた伏線がわかんなくなっちゃうわけですよ。<laughs> 罠を仕掛けたりしてるっていうね。 でそういう解消をしてないんでね、私切でどんぼで終わっちゃうんですね、この「IM レジェンド」っていう映画で、がっくり来たんですけども、もうまさしくそのイスラム教徒のやつらはけだもの獣であって、血に飢えたテロリストばっかりで、えー、みんなぶっ殺したい,いんだと思ってたアメリカがですね、えー、実はその彼らも人間なんだということを知らなかったというところと非常によく似てるんですね、だからものすごくその、なんていうか、えー、ニューヨークにした意味とかもあって、 その辺をちゃんと伏線回収していれば、アイアムレジェンドは傑作になったんだろうなと思うんですけど、もしなかったですね。<laughs> もうだいたいアイアムレジェンドっいうタイトルの意味がなくなっちゃってますね、さっきも言ったんですけど、いや、俺こそが伝説の怪物だったんだっていうのがアイアムレジェンドなんですけど、この最後はですね、彼は人類を救おうとした 伝説なのよとか言って終わるんですけど、なんなんだそれはって。ウィル・スミスってどうしてそういう映画ばっかりなんだお前はっていうね。ふざけんなお前って思うんですけども。ただウィル・スミスってのは共演者のことを全く考えないで自分が出しゃばれン技ばっかりするんで、今回みたいにですね、え一人っきりになっちゃう映画っていうのはですね、ウィル・スミスの置かれてるですね、人間的な立場を表現してると言えば言えないこともないなっていう気もしますね。あの、エヴァってばっかり言うんで、誰も友達いなくなっちゃったっていう感じが非常によく出てていいなと思ったんですけどもね。はい。えという感じでですね、アヤムレジェンド。 っていうのは本当に、ね、いい作品になり損ねっちゃったとっいう、ねえー、感じなんですがちな,ちなみにですね藤子不二雄の話をしたかったんですが二雄コフジョー F さんが1978年にですね 流血鬼っていう漫画を描いてるんです、ね短編なんですけれども、これはまあリチャード・マッシスンの,の吸血鬼、地球最後の男と全く同じ話で、すねしかもウイルスがの名前がマシスンウイルスって言って、そのままでオマージュを捧げてるんですけれども、これはまあ主人公の男の子がガン,ガンその吸血鬼を殺していくと、最後にその吸血鬼からを、あんたこそ怪物なのよって言われるんですけども、これがちょっとね違うのは、ですね最後にえ吸血鬼になっちゃうんですね、このえ主人公の男の子は。その時に、はっと気づくんですね。 俺は今まで闇を恐れてたけれども、気付け、気づきになってみて、初めて闇の素晴らしさは分かったって言って、ですね、生まれ変わって始まるという、ですね。これがちょっと違ってて、えー、今までのこのマシスの話の流れはですね、要するに主人公はどんどん時代遅れになっていって、最後はたった一人になって死んでしまうという <laughs> 話だったんですけども、 時代遅れにならなくて、彼らの仲間に入ったら楽しかったよっていうですね <laughs>、えー、オチになっててです、ね、そ藤子不二雄さんらしい、えー、展開なだなと思うんですけれども、はい、ということで,です、ねその、いかにマシスンという作家はです、ね、素晴らしいかということはよく分かりますね、つまり、いつの時代にも共通することですよ、時代遅れになってしまう恐怖、一人ぼっちになってしまう恐怖というのは。 だからやっぱり俺は絶対に言っちゃいけないと思うんだね、今の若いもんはとかね言っちゃうんですけども、それを言うとですねき吸血鬼の地球最後の男になってしまうので、とりあえず分からなくても、何かそっちの方にも正しい価値があるのかもしれないと、であとやっぱりこうみんなも思ってほしいのはですね分からない人たちがいた時にですね、えー、やっぱりそれもに、もあっちの方にも何らかの価値がある、あっちも人間なんだってことを常に考えないと、えー、地球最後の男になってしまうということを。 いつも思ってた方がいいなという風に思うわけですけども、えー、このリチャード・マシスンという作家はです、ね、明らかにそういうことが言いたかった人でもう一本、この人の小説で変な小説がありまして縮みゆく男という小説なんですけどもこれは主人公は放射能の影響でどんどん,どん,どん体がちっちゃくなってです、ね、雲よりもちっ,かくち,っち,ゃくちっこくなって最後はものすごくちっこくなって分子レベルにちっこくなっちゃっていくという話なんですけども。 そ,れもうそんなことあるわけねえだろ、バカとか思うわけですね、つまりどんどん小さくなるってことは、それだけの要するになんて体重を減らした分の肉とかどこに消えてんだって、それだけいいっぱいうんこするのかとかね謎なんですけれど、も実はそれは科学的におかしくてもいいんですね、この縮みを打つ男でリチャード・マイスンが言いたかったのは、その頃どんどん女性の地位が上がっていくんじゃないかという恐怖をアメリカ人たちは抱いてたんですよで、特に1950年代には金税レポートといいまして、 えー、性科学者のですね金税博士って人が女性にも性欲があるんだと女性も性的に満足したがっているんだということをアンケートによって、えー、数値で初めて示したんですよ、その時アメリカ人はびっくりしたんですね当たり前じゃねえかと俺たちは思うわけですけどもアメリカ人はびっくりしたんですねというのはそのキリスト教的価値観の中でセックスは快楽のためにはなくて快楽のためにセックスするっていうのは後から人間がそうなってしまったのになって本来は快楽はないんだって考えなんですよ、キリスト教っていうのは。 で、その特に女の人は快楽なんてセックスでは感じないんだと、ね、子供を産むためのものなんだという風に教会とかで教え込まれてたのでみんな男は楽勝だったんですよ、その頃の頃キリスト教社会での,そのアメリカの男たちはつまり女のことを感じさせようなんてしてなくて前議なんかほとんど行われなかったんですよ、ね、その当時で。奥さんが感じてるかどうかなんて全く気にしてなかったんですよ、ただ自分が入れて出すだけだったんですよ。 ところがそれで、女の人も実はオナニーをするし、性欲を感じるんだということが分かったときに男たちはびっくりするんですね。彼女たちを感じさせることは俺たちできるんだろうか、できないんじゃないんだろうかと思い始めるわけですよ。そこから女性に対する非常にそのなんていうか劣等感とか恐怖感みたいなのが出てくるんですね。それがどどどどんどんんどんこう、 拡大していく中でこのピルっていうのができて、要するに妊娠をしなくても女の人がセックスできると、セックスすることに対して受け身じゃなくてもいいという世の中に1970年代になっていくわけですけど、その後、中絶とかもですねえ合法化されたりして、日本より20年遅れて中絶合法化されたんですけど、もそういうことがどんどん起こっていって、女性の地位が上がっていく、女性は奴隷ではないんだっていうことが出てくるんじゃないかという恐怖感が、縮みむく男っていう小説を書かしているんです。よ 奥さんは男がどんどん縮,み縮んでいくとですね優しくなっていくるんですねでその方が好きだって言うんですよ可愛くていいわあなたって言うんですよこれは怖いですよね男はそれまで男性的で強くて女を引っ張ればいいっていう風に思ってたんですけどそうじゃなくて弱い男小さい男を女の人は求めてるんじゃないかでまたもう一つはその俺はどんどん女の人に対して自分は小さい存在に感じるよってそれは弾痕セックスのことも意味してるわけですけども 俺はちっちゃいんじゃないかな、ちっちゃいんじゃないかなって恐怖っていうのは実はそれまではなかったんですよ、アメリカには。要するに虚根がいいとか、ですねチンポが大きい方がいいとか、ですねそのこと誰も考えなかったわけですよ。つまり女の人を感じさせなくていいと良かったわけだなくて、でも女の人を感じさせなきゃいけないってなると、やっぱり賃貨が大きい方がいいと思うわけですね <laughs>。そういう恐怖とかもあって、それがいろんな複雑に絡み合って、縮みゆく男っていうのを書かせたわけですね。つまり、縮みゆく男っていうタイトルですけど、も縮みゆく弾婚なんですね。縮みゆく弾婚主義。 というものを象徴したのがリチャード・マッスの縮みゆく男なんですけどもそういう小説を書く人なんですよ、この人は。だから、このえ吸血鬼、地球最後の男俺は伝説だ、アイアム・レジェンドっていうのもそういう普遍的なその恐怖感を描いてるんでその辺をちゃんとえ時代遅れになる恐怖えいつの間にか多数派だと思ってたら自分がたった1人の少数派になってしまう恐怖というものをアイアム・レジェンドは回収しませんでしたね、全く。 とということでね結構大ヒットしてるみたいなんですけれども、まあ、映画館を出てしまえばあっさり忘れちゃうんですねつまりもともとの形だったらいやー俺ももしかしたら時代遅れになっちゃってるかもなーみたいな映画館出た後もですね、えー、いろいろ引っ張るようなテーマを持ってたのにもうこの映画はですね映画館出たらもう全部忘れ きれい、さっぱり頭の中から消えてしまうというですね。まあ、ウィル・スミスらしい映画になっていたといえば、なってたんじゃないかなと思いますね。はい。えー、もう映画会社はですね、その、映画見終わった後、頭に残るような映画を作ろうなんて思ってないんですよ。だってそんなことしてもお金にならないから。そういう世の中になっちまいました。なんて言ってる俺も時代遅れになっちまったかな。って感じで、今回は今まであの、ちょっと、間空いたんで、ちょっと長くしました。はい。っていうか、長くなっただけだろ、お前は。っていうかね。えー、いろいろご意見ご感想のお手紙をお待ち。